三宅広しみ、三宅広さめ、ね、三宅広み、1985年11月18日体は、日本の女性重量上げ選手、指導者。女子 48kg 級及び 53kg 級の日本記録保持者。2012年ロンドンオリンピック 48kg 級、銀メダリスト。2016年リオデジャネイロオリンピック 48kg 級、銅メダリスト。 埼玉県新座市出身。身長147センチメートル。父は1968年メキシコシティ、逸話重量上げフェザー級で、銅メダルを獲得した三宅義行おじは逸話重量上げで、ローマ銀、東京、メキシコシティで共に金に輝いた三宅義信。兄が二人おり、時計は重量上げ男子7 7ラム級で、 過去4度の優勝経験がある全日本王者で、全日本女子チームのヘッドコーチも務めた、三宅敏弘、長兄も競技経験者。オンライン出身の母に幼い頃からピアノを習い、新座市立第二中学校時代は、軟式テニスに夢中だった。中学3年の時、2000年シドニーオリンピックを見たことをきっかけに、自身もオリンピックを目指して、重量上げを始めた。 自宅の台所を練習場に、連日父から基礎を叩き込まれ、練習3ヶ月後の最初の挑戦でいきなり4 2 5ラムを上げた。父が高校1年で上げた重量と同じだった。時系の母校である埼玉市の埼玉栄高校に進学後、2002年8月に全国高校女子選手権5 3ラム級で大会記録で優勝。 2003年6月の全日本選手権5 3ラム級で初優勝、同大会では、兄も2年ぶり4度目の優で兄弟優勝を果たした。2004年4月、父やおじぬ母校である、法政大学、キャリアデザイン学部に進学。5 3ラム級から五輪で上位が狙える4 8ラム級に転向し、アテネオリンピック代表選考会を兼ねた2004年5月の、 全日本選手権で優勝。親子2代、逸話出場を果たした。2006年の世界選手権 48kg 級で銅メダルを獲得し、世界大会で初めて表彰台に立った日本人女子の世界選手権メダリストは1999年の二竜香り以来7年ぶり6人目。翌2007年、タイで開催された世界選手権で5位入賞し、 北京オリンピック出場が内定。2008年4月に投資会社アセットマネージャーズ、現一後株式会社に入社、同社のウェイトリフティング部に所属。2008年北京オリンピックでは、体操の愛原信幸&、と子、豊子親子、塚原光夫、直也親子に次ぐ、史上3組目の日本人親子メダリストの期待がかかったが、上位の壁厚く6位入賞にとどまった。 ただし、その後上位5人のうち2人に、ドーピング違反の指摘があり、2018年に、最終的にドーピングが確定したため2人は、失格になり、三宅は4位となった。2011年6月、埼玉市記念総合体育館で行われた全日本、選手権 53kg 級において、スナッチ 90kg、ジャーク 117kg、トータル 207kg の、 日本新記録を達成。同年の世界選手権で 53kg 級で6位に入り、ロンドンオリンピック出場が内定。2012年7月28日、ロンドンオリンピック 48kg 級に出場。スナッチ 87.0kg、クリーンジャーク 110.0kg、トータル 197.0kg とすべてにおいて、日本記録を更新した上、 2位に入り銀メダルを獲得。女子重量上げ史上初のメダル獲得と同時に、日本五輪史上初となる父子メダル獲得をも達成した。綾の国功労賞を受賞。ロンドン五輪重量上げ女子48キロ級で銀メダルを獲得の競技時に首にかけていたキリン柄のタオルは大ファンの雪のライブで購入したツアーグッズである。勝負タオルとして話題になった。 2014年9月、韓国、インチョンで開催される2014年、アジア競技大会では、日本選手団首相を務める。2015年3月、所属する、イチゴグループホールディングス、現イチゴ株式会社、ウェイトリフティング部の選手権人コーチに就任し、同年入社した高校の後輩水落ぼみなみや、安藤美希子の指導にもたる。2015年11月の世界選手権では、 銅メダルを獲得したが、その後は左膝、腰痛と故障が続き、2016年5月の全日本選手権では4位に低迷した。2016年8月、リオデジャネイロオリンピックの直前に腰痛が悪化し、痛み止めを打つほどの万全には、ほど遠い状態で本番に臨んだ。スナッチの1.2回目は失敗し、3回目で8 1 0キログラムを、 成功させるもこの時点では8位と出遅れる。ジャークの1回目で1 0 5 0ラムを記録し、失敗すれば、メダルを逃す3回目に1 0 7 0ラムを成功させ、トータル1 8 8 0ラムで3位となり、2大会連続でメダルを獲得した。名前には、三、角、広志、水戸、浮かんぶりのある漢字が3つ連なる。これは、 三宅の生まれた1985年のプロ野球で三冠王を達成した、落合博光、ロッテオリオンズとランディバース、阪神タガースを意識して名付けられたもの。出身地である埼玉県新座市の観光親善大使に移植されている。父と叔父の故郷である宮城県柴田郡村田町への思いも強く、2011年、平成23年3月11日に発生した。 東北地方太平洋沖地震、東日本大震災には、道庁の被害に衝撃を受けるとともに、父とともに、宮城県柴田農林高等学校、柴田郡大河原町を訪問した際に救援物資を送っている。また、メダリストである肩書きを隠し、一般人として被災者支援も行っている。2016年、 平成28年発生の熊本地震の被災地にも見舞い金を送っている。趣味は足のネイルアート、元女子、プロレスラーの栗原歩美と親交があり、栗原の実家である焼肉ハウス美保によく行くという。2016年ベストスマイルオブザイヤー2016を受賞。2012年7月29日現在、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。